剣列行くぜ。チェンソーステップ、武装者が前に向かえば、レイソーゴー、はっ。さあ、ということで今日もやってまいりました、古原康久 TV よ。はい、まあね、この衣装を着てるということは、そう、皆さんね、お分かりだと思うんですけれども、コラボ会でございます。で、今日ですね、来ていただいているのはですね、こちらのお二人。才を磨いて、己の未来を切り開く、劇ショッパー、日立健役、総太郎です。技が彩る大輪の花、ファンタスティックテクニック、激ブルー。はい、今です。お願いします。お願いします。そうそう、もうすごい。やっぱりやっぱり。緊張した。アメージングアビリティって言いそびれた。うんね。あ、言ってなかった。大丈夫だった。激ブルーって言った？言った言った言った。大丈夫だった。言った言った言った。ただ顔がレッドだった。もうやたらレッドだった。緊張した。マンペイ君は本当はレッドになりたかったから。あ、そうなの？うん。トランスしますか。え、何何知らないじゃん。であの最初オーディションで僕あの真っ赤のシャツ着ていったの、うん、え、うん、それ落ちる人やんそれ大体ねえって思うじゃん、うん、最後にさ、うん、あの聞かれるじゃん、うん、あの 赤だと思う人、いや分かる分かる、俺も聞かれた、うん、一番最初に手挙げた、はいっつって 赤に手挙げた、僕もブルーに手挙げてた真っ赤のシャツ着てレッド着てったけど、うん、やっぱあのズッキーがね、あ、もう分かってた、ダントツでしたから、あ、そうなんだ、あとね、やったんだよ、ニコニコキーとかやったんだ、あーってやってたの、うん、無理してたもん、ちょっと待って、深見烈バージョンのニキニキだ、ちょっとやってみて、うん、深見烈バージョンのニキニキだ全然ニキニキしてない何を持ってるそうだよ、もうニキニキが何か一瞬忘れたもんね、烈はもうニキニキとかをもう出さないの、言わないもんね、そうだよね、うん、ニキニキしてるな、あー、そっか、っめちゃめちゃキザなくだったもんね、めちゃめちゃキザね、だからこのトンファとかも、あ、ヌンチャクとか激ヌンチャクって言うんだけど、うん、これ回せんのこれ、これやってることができる、これまずアクション練習が入ってたから、え、マジ、そうそうそう、できるんだ、本物だったのヌンチャク、え、マジ、めっちゃ頭当たったりとかして、で、本番バン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 ってやって、うん、で、あのレッドのジャンルにこうやってみろって言って、これを投げて渡すってシーンから始まった、そっか、すごいね、激ヌンチャクはレッツが教えたんだ、そう、あ、そうなんだ、レッツが使ってて、うん、私たちちょっと待って、一瞬ちょっとそ回せるとね、ちょっとそうだ、一瞬こっちで、深見レッツ14年ぶりに激ヌンチャク回します、はい、お願いします、いきます、おっそ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 はぁ、で、まあ今ね、二人には自己紹介をしてもらったんだけれども、はい、そう、なんでここ共通点があるかって言ったら、お互い共演してるんですよ。で、それが、激レンジャー VS ゴーオンジャー。あれが初めて、VS シリーズが映画化になったのって、俺たちか。そうなんですよ。それまではもう V シネだけだったんだよね。そうそうそう。が、これ言っていいのかな、うん、言って。その時上映するはずだった映画がポシャったんですよ。マジで何それ確か、映画館に穴が開いちゃった。上映するはずのものができなくなったから、うん、あれをやったって聞いてるけど本当かちょっと分からないけど、あ、そうなんだ、うん、じゃあそれがポシャンなかったらこれ なってるなと思う、そうなんだ、多分ね、まあ、僕が思ってることなんですけど、ちょっとあのデキレンジャーのおもちゃの売り上げが悪かったんですよそうね言うんだ、そう、うん、なんで、うん、次のゴーオンジャーはバリバリ気合い入れたって聞いてますそうめちゃめちゃ気合い入れて、それが原点回帰って確か俺たち言われた気がするそう、俺らそんな悪かったんだ、俺らめちゃくちゃ悪かったから、おもちゃやっぱこう本物の武器感が強いのよ、これとかな、うん、ちょっとこ そうこうバーンとかやっちゃうみたいな、あ、銃とかでバンバンバンとかっていうんですよ、あ、確かに、でもさ、うん、激レンジャーのさおもちゃさ、うん、めっちゃさなんか激銃いっぱいいたじゃん、いた、そう、あ、なんかあれかっこよかったじゃん、だってそうかっこいい、激エレファントとかもいたんですか、ね、武器系がね多分ダメだったんで、うん、そうなの、武器系がね、やっぱあのお父さんお母さんがもう武器を買い与えることに抵抗があったんじゃないかなっていう見解、うん、あ、でまたあの仮面ライダーの方が電王だから、確かに電車なんて電王はね大人気じゃん、そうだよね、電王めちゃめちゃ人気あったしね、しかも電王ちょっと色かぶってんの、え、どういうこと、モモタロスが赤じゃん、うん、で、青がいて、黄色がいて、うん、紫もいるし、黄色もいるわ、白も紫もいるやばいねって完全になんか、バチバチなわけよ全然長いぐらいで、それね、そうなんだね、そっか、え、でもさ、俺すごく聞きたいのが、うん、例えば、
俺たちで言ったらゴーオンジャーの武器、うん、っていう感じでさ、うん、例えばそれがくっついてハイウェイバスターになるとかだったりするじゃん、うんうんうん、追加戦士じゃん。そうってことはさ、個人武器あるじゃん。そうなんですよ。俺さ、その個人武器の売り上げとかめっちゃ気になっちゃうんじゃないかなと思うんだけど、どうなのそれ。個人武器に関しては、武器は分かんないんだけど、僕自分のロボがいたんですよ。あ、そうだよね。最大は、はいはいはい、最大に、は結構人気があったっていうふうに聞いてる。あ、よかったそれはね。っていうか僕の存在自体がテコ入れだから、うん、テコ入れ？激レンジャーに対する。あ、そうだ。マンペイたちで下がった視聴率を盛り上げるために、うん、そうだなこれ大丈夫。でも、うん、全然人気なかったよね。いや、そんなことない。申し訳ないけど V 字回復V 字回復した。歴代史上一番人気ないんじゃないですかまあこれどっちが本当のこと言ってるかちょっとよくわかんない。じゃああの話していい？何？ファイナルツアーの。誰誰？いや、言ってる。じゃそれは使えないやつだから。でもこれ使えなくてもいいけど、うん、だいたいプレゼントもらうじゃん、プレゼントボックス、うん、はいはいはい、使えるか使えないと思うけど、うん、で、みんななんかうわーみたいな、うん、ズッキー、スターコ、はいはいはい、この人、うん、こいつ、うん、ダンボール見たの、うん、終わったね。最後の最後、うん、バナナと嘘でしょ。考えられますよ。バナナ。え、これガチ？ガチだよ。嘘でしょ。で、俺今まで何してたんだろうって。どんだけ元気ない。お手紙も入ってたよ。お手紙も入ってた。お手紙自体も全員に出してる人だったのよ。彼だけの家の手紙とはなくて。あります。しかもバナナは全員だった。全員だった。全員が決めた。バナナにメッセージ書いてた。アメージングアビリティって。で、まあちょっとこれもなんか言っていい話かわかんないけど、うんうんうん、後々エゴサしたんですよ、うん、劇ショッパー兼ってライブツアーに関して、うん、みんな楽しんでたかなと思って、うん、で見たら宗太郎さんが好きで見に行きましたみたいな、おおと思って、うん、見てたらすごく生見て見れて本当に嬉しかった、うん、でも一つ心残りなのは、うん、宗太郎さんのプレゼントボックスを見たらバナナとかいやマジでもうファンにもバレてんのプレゼント持っていけばよかったって後悔してますみたいなことを書かれてて、なんかそんな思いをさせてしまってごめんねって思ってる。それを踏まえて V 字回復したわけないじゃん。俺らが人気なかったから V 字回復させました。 V 字回復した後に M になったわけじゃない。なるほどね。これ言わして、うん、やっぱ追加戦士だから、うん、もう僕のアイテムとかあるわけですよ、うん、おっしゃった通り、うん、サイブレードとか、ねはいはいはい、で僕にしか使えない劇研鑽っていうのがあったの、うん、僕たちのこの戦う力劇っていうのを僕だけがこう尖らせて武器にすることができる、うんおはいはいはい、特殊能力を、うん、七剣聖っていう僕らの師匠でも、うん、成し得なかった技を僕はめちゃめちゃすごい人や天才だから、うん、使えたんですよ、うん、で登場してそれでバッバッバッって大活躍です、うん、すげえみたいな。で後半あと20話ぐらいのとこでレッドがそれ覚えちゃって唯一の唯一の最大王もさ、お前しか乗れないって、うん、父ちゃんしか乗れない、伊藤和さん乗ってなかった？余裕で乗ってた父ちゃんだけの物が奪われていくのよ、みんなにから。マジでそう、違うでしょ。それは違うでしょ。もうなんか、ダメだっつって、取っちゃうの、みんな。マジでみんなに取られて、取られて、自分のものになる。みんなのものになるの。そう。最初はもう、台本の4番、羨ましいみたいな。もう、彼しかできないものをたくさん持ってるから、はいはいはい、もうみんなですごいなーって、追加選手ってやっぱすごいなーって話して。だんだんともう。なるほどね。ね。なんでなの？人気はないからそういうことじゃないと思う。そうだよね。だって僕と紫、バイオレットも追加選手で、うん、最終決戦の時、うん、ラスボスに僕たちなんか足で踏まれてるところを、うん、赤黄色、うん、たちに助けられる。青って言え。青って言え。青いないの。なんで俺だけいないの。なんで青いないの。なんで俺だけ飛ばしたの。目合ってんのに。おかしいだろう。青いなかった。青記憶ない。青記憶ない。青が出てこなかった。こんな目の前青なの。青なの。こんな青の人いないよ。青だから青着てんだよ。青なの。ブルーですよ、私これ。すごいよ、これ。ドンキョンで手が。青の占有率すごいよ、これ、本当に。ねジャージで、ジャージで来るって。お前ら勝ってやったんだよ、これ。いやもうほんとさ、これさ、冒頭には撮ったけどさ、うん、2人のこの格好、これウケるよね、もうほんとにね。そうで、これは本物？偽物の。これ何？別物だよね。これアマゾンで買った、うん、一番劇チェンジャーに近いやつ。劇チェンジャーに近いやつ。これ何？これは何？これあれ？これは浦安鉄筋家族の浜木が着てる。あ、違う？違う。違うこれもう 100% 真面目に 100% 真面目なやつ。レスカミといえば、レスカミレスといえばこれ、うん、ちょっと違う、これ多分パーカーじゃないこれこれこれ白
こんなんだったっけ。今度白とオレンジでフードがついてるから激ショッパーだった。ちょっとこれででもさ、ゲームチェンジャー。そうで、いや、この謎の手袋よりはそっちの方が絶対でしょ。この激チェンジャーの方が。え、すごくない？そう、激チェンジャーをちょっと今回、うん、まあお借りしたので。そう、僕は割とあの再現率高いと思うんですよ。この最初なんてさ、まだいいよ、これ最初チャイナレディスでレディスのトロってチャイあのね、カンフーだから。どうする、結構真剣なトーン、真剣にもドンキってやっぱカンフーだからチャイナをちょっとインとかした方がいいんじゃないみたいな。なるほどね。だからもう俺今、それ勝って俺今チャイナドレス危なかったね、それ危なかったね、もう全部見えるやん。危ないよ、チャージでよかったな。チャージでまだよかった。だって胸毛に関して言うと、うずまさ行くじゃない、毎年必ず、うずまさでやっぱり、一般の客も見れるわけですよ、お客さんも見てる中で、こう近寄ってきてくれて、あけーみたいな、胸毛一本ください。マジマジいいよ、あげたんだ、あげんなそういう思い出はある。すごい思い出だね。いや、やばいね、やっぱ今ぐらい入ったわ、そういう。いや、で逆に今ちょっと少ないから。今より入ってたよ。もっとすごかった。当時の方がすごかった。てか、なんか多分今、カットしてる、それ。ちょっとね、諸事情あってカットしてる。だよね、もっとあったよね。うん、余裕だった。いや、ちゃんとくるってなったわ。そう。ヤスの前髪ぐらいあった。いや、そんな結構あるんだ。すごいあるね。そう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 。だって髪型とかももうさ、全然違うしさ、やっぱり。そうなのよね。ちょっと前までね、ロン毛で超前まですごいなんかダンス見たよ、あの切ってくれる動画も YouTube あるんですね。すごいやつ見てくれてるの。そう、見た見た見た。そうで、あのマンペイに関しては実はその時ってそこまでね、絡みがなかったんですよ。そうだよね。なんでかっていうと、ゴーン VS 激レンの時ってお互いにその同じ色同士がその修行をし合うみたいな感じだったから、俺はジャン師匠、要はあの鈴木くんとあのビルの窓の、そう、精神掛け、そう、雑巾掛けやってたし、だからうちのレンと多分ファンと、そうだろ、2人とだよね、俺は兄さんバイオレットと俺と22で、なんかめちゃめちゃピアノを踏んでるイメージあるの、なんかでこういう俺でしょ。そうそう、あれあのシーンめっちゃ言われるの。どういうこと？あのシーンってすごい覚えてるんですけど、うん、どうやって撮ったんですか。あ、確かにどうやって撮った。あれなんか多分ワイヤーで吊るされて、うん、なんかピアノ弾いてる感じで足動かして。本当にピアノに対しての冒涜だよね。マジでな、お前。いやでもあれはすごいよね。 あれなんかよくできたよね。あれで許されてるんだね。そうだね、今考えたらね。今コンプライアンスとかでちょっといろいろ言われそうだよね。いや、言われるでしょ。面白くないのしね、こんな足でピッ。いや、そうかっこいい、かっこいいです。そう、なんかレンとかにこうやって教えてるんで、なんかそうそうそう、こうやってね、そうやって。兄さんがなんかすげえこの手がなんかキモいな、キモい、女性なんか女っぽくなるんだけど、こうなってたね。そうこうなってたよ。やってたわ。あの時のことでさ、なんか印象深いこととか覚えてる？いや、なんかもう気持ちとしてはさ、もうあれだよね、もうやっぱ新しい次のってなってくるから、うん、まあもう終わるんだっていう、寂しい、寂しさはやっぱあるよね。そうだね、世代交代っていうね、うん、なんかずっとやっぱ1年間っていう長い時間終わらない感じも確かにそうだよね、うん、あるし。 でもさ、夏頃くらいにさ、俺一回オーディション行ってるんよ。だからそのゴーンジャーのさ、おお、もうすでにオーディション行った時に、確か劇レンジャーのチームはね、まだね撮影中に残ってたんだよね。へー、ですごく覚えてるのが、リオのさ、荒木が俺たちのその控え室のところに来て、で誰かが紹介して今やってる現役の、うん、そう敵の人ですみたいな、で何か一言みたいな、でその荒木くんが、じゃあみんな頑張ってみたいな感じでめっちゃかっこよく去ってたの俺すごい覚えてて。かっこいいよね、そう、さんはなんかそんなんかすげえかっ、なんか先輩が すごい先輩だなと思って。そうね、そういうとこちゃんと締めれるのが荒木さんだよね。お前どうしてた、もしそこで何緊張してんの。頑張れよ、この中で誰か決まるから大丈夫だよ。迷ったらどうする。おはようございます、おはようございます。あ、じゃあ受かったらバーサスとかでご一緒しますね。違うね、お前は多分仕方すると思う。仕方すると、嫌なやつなんだよ。お前は仕方だよ、ね、今。ほんと仲いいよ。ここマジで仲いい。だって俺、ほんとに、プライベートとかでも、なんか全然お互い約束してないのに、たまたま飲みの場だったりとかね。あ、そうそうそう。あったよね。全然。そう。よくここ一緒に、なんでこの仲いいの逆に二人は。だってさ、シーン的にはそんな被る？
でも一回あったんだよね。一番最初に加入したての頃に2人の会があったの。うん、2人で、でもメイン会みたいな。僕の、そうなんだ。そう、あのサイブレードじゃない、操縦筒っていうアイテムを視野に入れちゃって、めちゃめちゃ装備あるね。めっちゃあるのよ。優遇されたから。すごいね。で、操縦筒を視野に入れちゃってるから、うん、こいつのゴールドカードで買い戻しに行くっていう会だった。ああ、そうなんだ。そう。やっぱ今までやってね。そう。今まで冷たかったマンペイが、こう、ソータロくんみたいな、うん。その時まだソータロくんだったんだけど、ちょっと今度二人の会だから一緒に頑張ろうねみたいな言ってくれて、ちょっと好きになった。おお、そうなんだ。これだよね。もう同い年っていうのも一番年下だったから、うん、そう、そうちゃん来る前に待って待って、よくさ初対面の時じゃ無視したね、それね。なんでと思ってたそうちゃんを逆に。じゃ なんだろう、無視した記憶って、あの本当に見えてなかったか。いや無視したっていう感覚。こんな濃い人いないよあんまり。すごかったよ、ね、絶対そうだよね。こうやってあとはやった。違うどんだけ嫌なやつにしてみたいの。めっちゃ面白い。でもなんかそうじゃないって言って、やっぱりこう今までやっぱ先輩たち初めての現場あって緊張もしてたんだけど、めっちゃ楽しくなって、ぜひその劇レンジャーの雰囲気が一気に変わったし、あ、2人が入ってきて、うん、兄さんも面白いから、バイオレットの見られてた。でも待って待って、でも俺は兄さんは最初怖いっていうイメージ聞いてたよ。俺が聞いた情報ね、うん、最初マンペイは三浦璃久をすごく恐れてたみたいなイメージを聞いてた。俺は多分それは今でもだと思うよ。今でも今でも、事務所のやっぱ大先輩だし、直属だから、直属だし、そっか、直属だから兄さんっていう感じ。兄さんがちょっとお前行ってこいって言ったら、うん、わかりましたっていう感じ。あ、マジそんな感じなの。へえ、俺は基本そうだよね。そうで、まあ僕は割となんか兄弟分みたいな感じだよね、うんうんうん、弟分として扱ってくれるし、うんうん、なんか結婚式のスピーチとかも任せてくれる感じなの。あ、そうなんだ。でまあ満平も親友だし、リスクも親友って感じなんだけど、うん、やっぱ同じ追加選手だから、うん、満平ほど恐れを抱いてはいなかった。あ、そうか、うん、お兄さん最高と思った。めっちゃ優しいし、めちゃくちゃ面倒見いいの。めちゃくちゃ、でもなんかそれ思った通りだね、なんかね、うん、このご飯をさ、みんな食べるじゃん、うん、ロケの弁当を、うん、で、やっぱ全部食べなきゃいけないっていう教えをされてたのよ、うん、僕らその頃、今は分かんないけど、うん、現場で出されたものは全部食べなさいみたいな、うん、でもやっぱ食べれない子も出てくる、うん、出てくるね。その時に兄さんが全部食べてくれる。へ、マジ。そんな日々を繰り返していくしに、うん、兄さん10キロぐらい太るよね、それね、絶対ね。で、10キロちょうど太ったぐらいの時に兄さんが滝で上半身裸でこう、うん、アッパーの練習をするっていうシーンがあって、あったあったね。むちゃくちゃ肉がこれカメラマンさんが抑えるじゃん、かっこいいし、溜めた時のこの最後の脂肪すごい。兄さん見て、俺めっちゃデブじゃねえの兄さん。いや、それこそやばいね。もう前行ったで、それ前行った、前行ったで、それ前行ったで。こんなこと言ってたら怒られちゃうけど、重くなりすぎて、やっぱトランポリンの練習とかするじゃん、はい、前転とか、うん、で僕らこうバーッってこう頑張るわけなんですけど、リヒ君やっぱ重いから、うん、すっげー低いの、あ、前転がトランポリンでジャンプしてこういくところをこうやってんの、ね、低いっていうだんだん、あれマジ動画撮っときゃよかったね。面白いね、そんな思い出。いやそうか、逆に俺万平とかのその時喋ってなかったから全然。そっか、喋ってないの、片岡さんとも。そんな、新賀君俺もほぼ喋ってない気がする。そうだよ、だから多分ね、俺たちのイメージの中でのマンペイってなんかすごくクールな人のイメージなのね、正直。だからマンペイがなんか意外にそのちょっと天然なところとか、そのちょっとドジーなところとか、なんかこういう可愛らしいところとかっていうのが知ったのって、多分俺その劇レンジャーが終わって、そう、普通に伸び伸びになった時に、あ、万平ってこんな人なんだが初めて。ど天然だ、すごい言われる。で最初めちゃめちゃなんかきつそうとか、いや、そうそうそう、ツンツンしてそうとか、うん、性格悪そうって言われるけど、全然そんなことないんだ。そう、だから実際に話した万平ってめちゃめちゃいいやつだし、うん、なんかすごく可愛らしいっていうなんかイメージがある。可愛いんだよ。あるよね、戦隊内でも可愛がられてた。あ、やっぱそう、断トツ、男女問わず、男女問わず、男女問わずマンペイ。だんだんと可愛いが、これが味しめてくるじゃん。あ、味しめてきた、しめてきて、それに乗ると、女性陣全員キモいです。キモキモそうだ、気持ち悪い。でも確かに、俺なんかマンペイと新ペイの見分け方って俺の中であるんだけど、うんうんうん、そう、マンペイと新ペイ、俺たまに本当に間違えたりとか知ってたのよ、ちょいちょい、うんうんうん、そう、まだマンペイが多分ね、
とかに住んでる時代だったな、うん、そう、その時とかに地名を言うな、そう、その時とかに俺間違えて、あの万平に新平って言ったら万平 の, あの切り返しの速さね、万平だよみたいな早い早いんだ、そう、俺なりにね、見分け方があるんですよ、万平と新平の見分け方、これ皆さん覚えておいてください。何の？あのね、可愛い方が新平で、やらしい方が万平。ほら！ほら、ほら、ほら、ほら。これがね、おかしいだろ。わかってるね。いや、おかしいだろ。なんでがやらしい。万平、新平。あ、でもね、やらしいっていうのは、あの、目なんですよ。目が、そう、可愛い方が新平で、ちょっとセクシーですよ、万平の目って。うん、ちょっと万平ちょっと見てみて。うん、はい、そう。万平の目ってちょっとずるいんですよ。ほう。ちょっとセクシーなんですよ。だから、この万平のその目はやらしい。だからね、あの、八星くんとかちょっと似てる目、なんかどっちかって言ったら。あの、ウルトラマンのハッセイク分かる、うん、分かる、ハッセイクってちょっとずるいのがちょっと遠い目するとかっこいいよ、ずっとなんかセクシーだし、遠い目して、そう、あ、でもちょっと万平の方がやらしいね、やっぱりやらしいんで、いい意味なんだよね、いい意味、いい意味、そう、だから万平がやらしい方で可愛い方が新平です、皆さんこれ覚えておいてください、万平がいやらしい方です、いやらしい方が言ったらやらしい強調するんだよ、はい、これが俺のなりの万平と新平なんだね、そう、新平もね、うん、よく合うんだけど、やっぱり俺は劇レンジャーっていう作品でね、1年間があって、それがやっぱね、本当にこの絆の深さっていうかね、うん、いや、そうだよ、大親友ですよ、ね、未だに親友って言いようし、だってここが一番なんか仲いいイメージあるよ、うん、俺どっちかって言ったら、ね、多分だってズッキーさんとかより全然ここ合ってるでしょ、よく、そうだね、もうズッキーももちろん仲いいけど、ずっと一緒にいるのは万平だね、だって本当に同じマンション住んでたもん、そう、マジ、びっくりでしょ、びっくりだね、同じマンションの上と下で階は違ったけどちょっと待って待って、俺が先に住んでて、うん、で引っ越すっていうから冗談であのうちの部屋空いてるから調べてみって言ったら、本当にちょうどいいのが空いてて、マジ、うん、なんかあればあってたしね、うん、そう、え、でもさ、新平とも一緒に住んでたでしょ、だって新平、でも新平、ソウちゃんと会うときいないってあったよね、あるあるある、新平家にいて、ソウちゃんと会ってくるわ、行くよって言うよ、俺はなんでね、個人あ、そうなんだ、俺はもうソウちゃん家にもよく行ってたし、うん、ずっと一緒だね、すげえな、もういやでもね、万平が辞めたときびっくりした、もったいないってマジで思った、なんか双子のイケメンが辞めるってめちゃめちゃもったいないと思ったよ、本当に、うん、でも、ね、決めてたんだよね、自分の中で、で悩んだ時期もあったけど、うん、それすらもうなんか向いてないのよ、ああ、なるほど、ね、っていう、もうかなり落ちた、なんか下も王蘭高校あたりはもう辞めると思ってた、普通に働こうと思ったら働けないの、最初はね、なんかね、やべえと思って、いや、そうだよ、ね、もう10年違う、社会が、僕今あの沖縄に移住してて、そっちの方で自分がこう、まあ、夢があって立ち変わる名物のうどん、いや、わからん、全然わからん、衣装さんにガチギレされた、ガチギレされた、やばいよね、何になって、いや、もうちょっとはぁーってこと、いや、降りろやめとけ、こいつだけ飛んでない、なんで最上台で水拳やって、なんか足、千鳥足で本当に踏み外して落ちました、ちょっと待って、俺それ見たぞ、それで出てくるの遅かったんだよ、マンペ、そう、いや見てたの、あれ見てた、あれヤバかったよ、ということでお送りしたのはマッハ全開ゴーレット、マッハで行くぜ、またな、チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。